キャロルドリンクウォーターは、イギリス出身の女優、脚本家である。1948年、イギリスロンドンに生まれる。その後アイルランドで育った。英国の名門ロイヤル、ナショナルシアターで、ローレンス・オリビエに支持し、その後女優として、キャリアをスタートさせてからは、様々なテレビドラマや映画へ出演した。1971年に、スタンリー・キューブリック監督の移植作、 時計仕掛けのオレンジで映画デビュー。1976年にはキングコングのパロディでもあるカルト映画クイーンコングへも出演。1980年代は主にテレビを中心に活動を続けていたが、1990年に出演したフランスとオーストラリア合作映画ファーザーで久々に映画へ復帰。同作品ではマックス・フォン・指導やジュリア・ブレイクラと共演し、 戦時中のナチス戦犯が疑われる父親に翻弄される娘を演じて印象を残した。同作品はかつて日本でも衛星放送で放映された。2000年を最後に女優業からは遠ざかっているが2012年にはフランスのドキュメンタリーラルート・デ・オリビで脚本を手掛けている。既婚でありフランス出身のプロデューサーミヒエル・ノルと結婚している。 ありがとうございます。